後人社 SA1 回0 0 a 後人社 SA シリーズは日本のパソコンメーカー、後人社が販売するノートパソコン。最初のモデルは2006年11月に発表。発売以後、再イレ化モデルが9万円を切る低価格と A5 サイズ以下のミニノート、PC としては良好な操作性とバッテリー一属性で話題となった型番の SA1 回から インターネットコミュニティでは俗に、財布と呼ばれている。2008年2月に、後継機種 SA、SA5SX、4月に SA5KX、7月に SA5KL、11月に SA5ST が発表された、A5 サイズ7型ワイド液晶画面の1、スピンドルミニノートパソコン、標準バッテリーの持続時間が、SA1 回は、高渉5時間、 SAOSX は交渉4時間であり、バッテリーによる長時間運用ができる。標準バッテリー装着時の重量が 1kg 未満と軽量であることも特徴であり、リアルモバイル運用が想定されている。携帯情報端末では物足りず、パソコン用 OS で動作する端末が欲しいが、フルスペックのノートパソコンほどの機能、性能はなくても良いとしているユーザーをターゲットとしている。 液晶ヒンジ部分が180度回転する機構で液晶画面を外向きにして折りたためる構造となっており液晶パネル横にあるスティック型のポインティングデバイスとクリックボタンによるタブレット型 PC に似たような操作ができる2007年5月にはタッチパネル液晶を搭載したタブレット PC にマイナーチェンジした小さいながらも普通のノートパソコンと同様にタッチパッドが 搭載されている。外部接続するための端子類、カードスロット類が豊富なのも特徴である。機種により若干の差異はあるが、外部モニター端子、有線、無線 LAN、Bluetooth 2.0 EDR、USB 2.0、CF カードスロット、SD カードスロット、メモリースティックスロット、モノラルマイク端子、ヘッドホン端子が備わっている。s a 回では CF カードスロットは、 タイプマイナス -1 のみの対応とされているが、保証対象外ながら、カード挿入時に少し斜めに挿入するか、挿入工場の出っ張りを削ることで、タイプ -2 カードの使用が可能である。SA5SX は、CF カードタイプマイナスに対応とされた。PC カードスロット、各種レガシーデバイス、イルダ、ファックスモデムは搭載されていない。組み込み用と向け CPU である AMD ゲオで、 LX800 を使用しており、放熱用のファンがなく、システム全体としては、かなりの静音、低発熱となっている。汎用性の観点から搭載している2.5インチ、HDD が、本機一番の騒音、発熱源となっている。HDD の交換には本体を完全に分解する、必要がある。コミュニティでは HDD を、 SSD に乾燥して動作させた報告がある。搭載 CPU の能力から OS に Windows XP を採用した PC としては必要最小限の性能、使用スペックとなっている。メーカーウェブサイトやパンフレットには割り切った用途での使用が想定されている胸の記述がある低解像度の液晶モニター、癖のある特殊配列キーボードと相まって それらのことを理解したユーザーでないと使いこなすのは難しいとされる。特にキーボードについてはメーカーではキータッチにこだわったとしているものの実際はタイピング時の取りこぼしがよく起こる。コミュニティにおいてキーに精密ネジを仕込むなどの物理的改造を施したりレジストリの設定値を改変したりして取りこぼしをなくし キータッチを改善させる方法が紹介されている。SA5SX 以降のモデルでは、キーボードの問題は改善されている。本機は、性能上 Windows Vista へのアップグレードが不可能である。サポート外ではあるが、Linux のデバイスドライバーが公式サイトにあり、Linux をインストールして動作させることができる。標準バッテリー、ラージバッテリーは SH、SR、 SX シリーズと共通となっている AC アダプタケーブルは SH、SR、ML、MT、EX シリーズ共通となっている SA1 回編集 SA5SX 編集 SA5KX 編集 SA5 キロリットル編集 SA5ST 編集ありがとうございます